はい。デルさん、こんばんは。えー、っと、今日はですね、えー、っと、またちょっと一人でやるんですけれども、あのー、やりま、の、RWS がすごいトーナメントを開催するので、ぜひね、あのー、皆さんに見てもらいたいと思って、そして見るにあたり、えー、っと、どういうところに注目したらいいのかとか、 え、何がすごいカードなのかとか、ちょっとね、あの、その辺が、えっ、ー、と、わかれば、このトーナメントが楽しくなると思いますので、えっ、ー、と、ちょっと僕が知ってる範囲でなんですけれども、あの、少し、えー、話させていただきたいと思います。はい、えーと、今回ですね、RWS が147ポンドの えっと、147ポンドっていうのは、えー、66.68キロのウェルター級ですね。日本でいうウェルター級。147ポンドの、えっ、ー、と、RWS、ラジャダムナンワールドシリーズのワールドトーナメントを開くことになりました。で、えっ、ー、と、開催日が6月の22日に1回戦を行います。 で、このトーナメントなんですけれども、えっ、ー、と、8名の選手で行います。8名の選手を、で行うんですけれど、8名ですね。八名の選手で。で、えっ、ー、と、4人と4人に分けて、えっ、ー、とですね、A ブロック、B ブロックという形でやっていきます。で、A ブロックの4人が、それぞれ総当たりで、 リーグ戦のように戦ってきますね。B ブロックも同じです。4人。ね。総当たり戦で戦います。そして、えっ、ー、と、この4人の中の1位と2位が、えっ、ー、と、勝ち残ります。こっちも1位と2位が勝ち残ります。そして、A ブロックの1位と1位と B ブロックの2位が戦います。 そして B ブロックの1位と A ブロックの2位が戦うという、こういうシステムなんですね。でですね、えっ、ー、と、どういうふうに決めるかというと、えっ、ー、と、それぞれのブロック。えー、まず勝ち。勝ちますと、勝った方に3ポイント。で、負けると0ポイント。っていうふうになります。そしてドローが1ポイント。 もう一度言います。勝つと3ポイント。負けると0ポイント。で、えっ、ー、と、ドローが1ポイントっていう形です。そして、えっ、ー、と、プラス1ラウンド KO 勝利で3ポイント。なんで、勝ち点3と、えっ、ー、と、KO の3点で、えっ、ー、と、6ポイントになるということです。で、1ラウンド KO が3ポイント。 2ラウンド KO が2ポイント、えー、3ラウンド KO が1ポイントというポイントでやっていきます。そしてポイントの高い A ブロックの勝者、B ブロックの勝者がそれぞれこういう、あのー、決勝リーグに上がっていくわけですね。はい。で、これ、もうすっごい、このウェルター級のメンツが 本当にもう、すごくて。で、ちょっとこれを見て、うわ、すげえな、このカード、見たいなって僕が思ったので、今回ですね、あのー、僕がわかる範囲で、えっ、ー、とー、あのー、説明させてもらいます。まずですね、A ブロックに参戦する選手をご紹介します。まず、一人目。タパオゲーオ、シンハーマーウィン。 あの、シンマーウィンって言うんですけど、えっ、ー、と、アルファベットで書くと、シンハーマーウィンっていう感じなんですね。タパオゲーをシンハーマーウィン。シンマーウィンでもいいね。もう大体、タイ人で言うと、シンマーウィン、シンマーウィン。この歯が消えてるんですよね。タパオゲーをシンハーマーウィン。この選手、今の現ラジャダムナンのチャンピオンです。現ラジャダムナン王者です。で、えー、タイプは萌顔。めっちゃ、 あの徹底的攻撃的なメーカーになりますはいそしてえー、と2人目 A ブロック2人目エルダム WMC ラマイえー、と元ラジャダムナンスタジアムのウェルター級のチャンピオンでプラス元 IBF ムエタイのウェルター級のチャンピオンですこの選手ねあのー、何回か RWS に出場してますけれどもえーあ 最近ではハーキュリー選手とやってタイトルマッチで負けた選手です。ただこの選手が、えっ、ー、と、A ブロックの二人目ですね。そして三人目、チュージャロン、ダブランサラカーム。この選手ね、えっ、ー、と、ちょっと言いにくいんですけど、チュージャロン、ダブランサラカームですね。この選手は元ルンピニースタジアムのチャンピオンです。そして、 7チャンネルのチャンピオンにもなってます。すごい、えー、強い選手ですね、中ジャン。で、えー、そして四人目、千本総孫米。千本総孫米は、えーい、今のタイプロムエタイ協会のチャンピオンですね、ウェルター級。そうですね、今、現,現ですね、現のプロムエタイのチャンピオンです。えーす すごい攻撃的っていうか、まあ、攻撃的な部分もあるんですけれども、あの、フィームーな部分もある選手で、とても面白い選手です。はい。ここまでが、えっ、ー、と、A ブロックになります。で、えっ、ー、と、B ブロックいきます。B ブロックは、えっ、ー、と、まず一人目。ハーキュリー、ウォーチャクラワ。ハーキュリーですね。あの、ハーキュリー。 はっきりウ,ォーチャクラウッドこの選手は、えっ、ー、と、1個前の、1個前のラジャのチャンピオンです。なんで、先ほど A ブロックの 1, 1人目に紹介したタパオ芸オーに負けてタイトルを、えー、奪われた選手ですけれども、この選手は、えー、元、これでね、えー、と、ウェルター級とミニフライ級かな。で、えー、とー、のラジャ2階級王者ですね、元。 で、えー、なだかと、あのー、日本でも試合をしているあの選手です。で、長身の無栄顔。すごい背が高い選手です。はい。そして、えっ、ー、と、次に、えー、マックス・マクベガー。この選手は、えー、オーストラリアの選手です。で、彼は、現 WBC 無タイのウェルター級の王者になります。そして、えっ、ー、とー、B ブロック3人目。 えー、サジャド・ベナム・ムエタイ、ね、もう僕が大好きなあのサジャドです元ラジャ・ウェルター級の王者しかもこのラジャ・ウェルター級の王者はえっ、ー、と1に参戦することによって、えー、防衛戦ができなかったための、えー、剥奪になりますですので、えー、と負けたわけではありませんそして、えー、元 WBC ・ムエタイ のえー、世界王者そしてイフマ、えー、とインターナショナルフェデレーションムエタイアマチュアというアマチュアですね世界で一番大きいアマチュアのムエタイ団体ここの金メダリストですこのサジャドが出ますそして最後 B ブロック4人目そして全部でいう8人目ですねえー、ヨード・ヴィチャーソー・サヌン・ファン もともとね、えっ、ー、と、ソーサヌンファンっていうジムじゃなかったんです。これね、えっ、ー、と、ヨードビチャーが今自分でやってるジムですね。ですので、プロモーターがいない存在、存在になってますね。例えば、えっ、ー、と、最初に紹介した、えー、ハーキュリス選手になれば、えっ、ー、と、プロモーターはギャットペットとか、そういう風になるんですけれども、まあ、えっ、ー、と、外国人選手はね、別にプロモーターがいないので、マックスもいない。サジャドはベナムが、えー、プロモーターなんで。 で、ヨードビチャーは、もう、えっ、ー、と、対人選手なのにプロモーターがいないというちょっと珍しい選手ですね。で、えっ、ー、と、彼は、現、ラジャダムナンスタジアムのウェルター級の、えー、暫定王者。要するに、あのー、次の挑戦者は、もう、ハーキュリー、あーハーキュリーじゃない、すいません。ヨードビチャーで決まってるということですね。そして、えっ、ー、と、元、ルンピニーの王者。 そして、元オムノイの、えっ、ー、と、あれですね、元オムノイの、えー、チャンピオン。オムノイっていうのは、チャンネル7で、あ、チャンネル3チャンネルですね。ごめんなさい。3チャンネルのチャンピオンですね。オムノイスタジアムのチャンピオン。そして、元プロムエタイのチャンピオン。ですので、元ルンピニー王者、元プロムエタイ王者、そして、今、ラジャは、えっ、ー、と、暫定王者なんですけれども、 これでラジャの正規王者になれば、ね、えっ、ー、と、3個のメジャーのタイトルを全部取るという選手です。このヨードビチャー、しかも16歳の時に、えっ、ー、と、大国の MVP を取ってる。めちゃくちゃ強い選手です。彼もムエカ顔ですね。えっ、ー、と、首相撲、膝、肘、全部できる選手になります。 はい。えーと、そしてここでちょっとこの試合がどう、なんで面白いのという、ちょっと因縁的なね、話をちょっと自分からしていきたいと思います。はい。えーとですね、因縁というか、まずですね、えーと、A ブロックのタパオ芸オですね。さっきも話しました。A ブロックの一番最初に話したタパオ芸オは、これはハーキュリス、勝手ですね。 そしてついこの前あのー、タイトルマッチをやった2人ですハグリに勝ってチャンピオンになったこれの再戦がもしかしたら A ブロックと B ブロックから勝ち上がってくれば見れるかもしれないそして次チュージャロンはそのタパゲオゲー王に勝ったことがあるんですだからえっ、ー、とー同じブロックにいるわけですよチュージャロンと タパオ芸王は。ね。もしかしたら、現ラジャダムナンチャンピオンのタパオ芸王が、チュージャロンに負けて、ね、予選敗退。っていうこともなりかねないわけです。はい。そして、えーと、次に、千、え、本、ー。千本は、えーと、千本総損枚ですね。千本総損枚は、えーと、 サジャドに去年のトーナメントで勝利してるんです。あのサジャドに勝ってるんですよ。いや、だからこちらのブロック、ちょっとやばいんじゃないのと。だから、まあ、あエルダムちょっとかわいそうかなみたいな。全員タイ人じゃないですか。パパオゲーオ、チュージャロン、えっ、ー、と、センポン、そしてエルダム。かなんかこう、ちょっとね、 あの、エルダムは決して弱,弱い選手ではないですよ。ただちょっと、もう本当、化け物がいるみたいな、ね、中に、あの、エルダムが入ったって感じです。まあ、だけど、エルダムも本当に攻撃的な選手なんで、何があるかわかんないんでね。えっ、ー、と、まあ、ここまではこんな感じです。そして、ハーキュリーは、ね、B ブロックのハーキュリー。B ブロックのハーキュリーは、エルダムに、 勝って、チャンピオンになって。そして、プラス、もう一回、これね、エルダム側から、ちょっとね、あの、ラジャーダムナンスタジアムの方に、抗議があったんです。うちの勝ちだよ、という、ちょっと抗議があったんで、えっ、ー、と、まあ、もう一度、ここはね、タイならではですよね。そういう抗議があると、再戦で蹴りつけようじゃないか、ということで、再戦をして、ま、また、ハーキュリースが、今度は、ダウンを取って、確実に勝ったと。 で、B ブロックのマックス。マックスは、えー、とこの選手はね、えー、とオーストラリアで選手で最近 RWS にもよく出てる、この前も出たんですけれど、すごい強い選手なんですよ。このサシャドと,、えー、とマックスっていうのはオーストラリアで本当は WBC のムエタイの世界タイトルをやる予定だったんですね。ただこの えー、試合が2回とも流れてんです。ね。だから、今回は総当たり戦なんで、確実にマックス対サジャドがあるんですよ。これがね、本当に2回見たかったのに、2回とも流れて、一つはね、マックスの、えっ、ー、と、1回目はマックスの、なんか怪我とかそんな感じで流れて、もう1回目はそのサジャドがワン、 ワンの関係で、ね、試合が流れちゃったんですよ。で、えっ、ー、と、今回、この3度目の正直で必ずやるんで、ね、あのー、総当たりなんで、めちゃくちゃ楽しみです。はい。そして、サジャド。サジャドは、ハーキュリスに去年のトーナメントで完勝してますね。で、えっ、ー、と、最後に、ヨードビチャー。ヨードビチャーは、本当は、 スーパーウェルター級の選手なんです。一回級上の選手。ね。その選手が一回級下げてわざわざこのトーナメントに出てきているという。もうね、本当にもうモンスターしかいないっていう感じですね。なんか、なんかちょっと俺あんまり例えるの上手くないんですけれど、あのー、なんかすべてのなんかこうスーパーヒーローみたいな のが、誰が強いのっていうのが、なんかね、あのー、なってます。なんかむ、あのー、まあ、ドラゴンボール悟空と、えっ、ー、と、ルフィどっちが強いのみたいな。そんなように僕は、あのー、いつも見てるんですよ。なんかこう、本当普段じゃ、こうい、一世代前じゃ、こう、プロモーターが違うことによって、戦わなかった。 人たちがいるんですねだから要するにジャンプとマガジンですよ。ジャンプとマガジン、ジャンプとサンデー、ね、サンデーとマガジン、こう戦わないようなスーパーヒーローたちがこう混ざって戦うみたいな、ね、そういう感覚なんですね。で、今、こうあのその RWS というものができて、プロモーターというちょっとね、縛りが消えてきた部分で、この えー、ウェルター級トーナメントめちゃくちゃ楽しみなんですでこのウェルター級トーナメントのえー、がえがえっとですね期間はじゃあどんぐらい行えるのっていうと毎月毎月やります試合が毎月行われるのでえっ、ー、とね6月22日一発目もうね本当ちょっとええー、実はねうちの選手がもしかしたらその前でね あのー、出る可能性が今あるので、えー、僕ももしかしたら、あのー、そこに、あのー、見に行くかもしれません。本当もし、あのー、いつもコメントくれてるね、あのー、方名前は言いませんけれども、えー、とタイ在住の方もはね是非、あのー、ねあの見に行って 行くと思います。もう、すごくエタ大好きで、すごくエタ大詳しい方なので、あの、多分見に行くんだろうなって思ってます。でですね、あの、僕もその間にね、あの、必ず、えー、そのトーナメントを見に、タイに行こうと思ってます。ですので、えー、ゾンでも、日本ではね、ダゾンで見れますし、あの、YouTube の、えっ、ー、と、ワークポイントっていう、ワークポイントっていう、 YouTube でも見れます。えっ、ー、と、workpoint ですね。workpoint。で、あの、YouTube で打てば、えー、そ、そこでも、あの、RWS が毎週生放送してますんでね。えっ、ー、と、土曜日、夜のね、日本時間で10時ぐらいから、こう、はじ、あの、メインカードが始まってきますんで、ぜひね、あのー、見ていただければと思います。 であのー、僕は,はね、あのー、こう、ムエタイが本当好きです。ですので、あのー、別にこの他の競技がどうこうじゃなく、ムエタイっていうものをこう,こういう競技なんだよなってこう、こういう楽しい試合があるんだよなっていう、ねあのー、話をしたいんです。ですので、ムエタイのことでね、あのー、なんかこう、 コメントとかあったらとても嬉しいですね。いつも見てくれて本当にあの感謝してますし。あのー、少しでも一人でもね。こうムエタイが広まっていけば嬉しいと思ってます。はい、ええー、と以上で終わりたいと思います。本日はありがとうございました。